どうもこんばんは、シオンです。今回もね、ホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。では行きましょうか。で今回はですね、最後から順番にやって、サバイバーも一通りやって、また最後に戻ってきて終わりにしましょうかということで、いつも通りの感じでやっていきたいと思います。では行きましょう。さあ、まずリナと来て、まさか4人は免れましたね。リナ、ジャックと来て、メアリーですね。マップは村になります。なんか今一瞬右下のマップが映りましたね。あれ何なんでしょうね。今のちょっと見に行きましょうか。気になったので行きます。あ、足音が聞こえるぞ。リナのどっちかがいるはず。ナイフ投げましょう。いましたね。まずはリナに一撃。あ、もうここつけてますね。早すぎやしないかな。ここ蹴っときましょう。で、5台に戻して下で爆発。また一番最初に取ったところです。ここも阻止したいところではあるんですけどね。まずは扉を破壊しておく方が大事です。で、救助に向かってきているんで追撃を入れていきましょう。ただリナがどこにいるかわかんないんですよね。もう一人のリナはどこだ。扉を蹴って、これジャックじゃないですかね。この蹴ってる間にね、見失いましたね。でここつけられてて、また足跡が続きますね。でここも破壊して残り4台に戻します。そして救助に入りましたね。ちょうど戻ってるところだったんで、すごい追撃と。メガリーがなんかうろたえてますね。何やってるの。でわざわざ一発食らって、なんか走り回ってる。謎ムーブ、しかもかわされる。さすがに当たりましたね。で、そうしてる間にまた一つつけられましたね。さて、ここら辺も破壊しておきますか。またやられてますね、ここね。なんか足音聞こえますね。どっちだ、こっちかな。あ、やってましたねここね。でそのまま救助に向かってる感じでしょうか。今左側も足音聞こえたんで、おそらくリナがこっちにいるのかな。救助に向かってるっぽいんですけど、あれ足音消えましたね。ん？なんかこっちで足音が聞こえる。で、ガチャリと聞こえたんで、こっちか。足跡ありましたね。で、左に逃げていく。ただこれはリナじゃないぞ。あ、リナもいましたね。これは絶対に逃がすわけにはいきません。まず一撃与えて、でこれリナは、あ、リナも一緒に同じ場所来てました。これ救助に向かわれてたら割とまずかったんですけどね。残るはジャックを追っていくのみですね。ここを破壊しといてよかったですね。ここから上に行かれたら結構めんどくさかったんですけど、じりじりと詰め寄ってようやく一撃。これは上かな。合ってましたね。
やはり救助に向かうしかないですよ、この状況だとね。まずは全キルですね。次、崇拝者行きましょう。まずはマーカス、そしてリナ。で、メアリーが来て、メアリーと。まずいですね、一発殴ってから痕跡が消えるキャラ2人プラス、もともと痕跡が残らないキャラ合わせて3キャラ、しかもマップはバンカー。まずはリナを見つけたいところですね、開幕ね。この先の扉を誰かが開けてますね。これ誰だ。いや、姿が見えない。右下で爆発したので、いつもとルートを変えて追っていきましょう。足跡があるということは、これは違うっぽいんですが、とりあえずジェネレーターを蹴ることができました。どっちでしょうね。これメアリー相手に中途半端に投げてしまうと、痕跡がなくなるだけと言いそうになったんですけど、リナが走ってたのでね、見つけたいところではあるんですけど、いかんせん痕跡が残らないんで、どこ走ってるか分かんないですね。いや、コンパクトしましょう。左側に割と近くに誰かいますね。おっと、救助入って痕跡なくなる。即戻りましょう。んどこ行った、下かな。いや違う、これ別の人の足音ですね、おそらくこっち。いや、いろんなところで通知入って、え、足音は聞こえるのに場所がわからない。こっちか。マーカスがいるんで、もういいや、ハープになりましょう。回避される時間がもったいないんでね、ついでにこの強行も破壊しておきましょう。あれ、メアリーどこ行ったんですか。本当にわかんないぞ。で、左側で爆発、おそらくここをやってると思うんですけど、やりかけを2発蹴ってゲージを戻す。そして右上で爆発、これはつけられてしまうんですけど、まあしょうがないですね。で、2台ジェネレーターを蹴ることができましたね。あー、ここ破壊できないのがきつい。で、メアリーが叫んでますね。ようやくポーションが回復し、さらに救助までされる。右側にメアリーいたんですけどね。で、救助されたばかりだったので見つけることができました。さらに追撃。ちょっとリナって本当にどこにいるの。マーカス死亡しましたね。あ、いました。ようやく見つけた。これは逃がすわけにはいきません。そしてここもちょっとだけ動いてましたね。残り3台なんですけど、未だにね、リナの姿が開幕ちょこっと見えたっきりね、見えてないんですよね。さて、どこにいることやら。ここは動いてない。あとは下の方のジェネレーター見ましょうか。あ、なんか足音聞こえますね。あ、リナがいる。運よくワンパン入りましたね、素晴らしい。そしてさらに足跡が続いています。メアリーを追っていきましょう。こっちかな。で、ようやく姿を見つけましたね。
で一発殴って、まあ、ここはまっすぐ行くしかないでしょう。これで終了ですね。ではサバイバー側やっていきましょう。フィルから順番にいきます。まずはお相手崇拝者、そしてジャックとメアリーとフィル。マップは陣ですね。これは左下の建物ですかね、の大きな建物からスタート。ただ最後の開始位置がですねすぐ右上なんで、ここでね開幕で叫んだりね爆発をしてしまうとすぐねやられてしまうので、本当に怖い場所ですよね。開幕最後に近いところは本当に怖いです。ただお2台同時につきましたね。びっくりしました。そしてさらに誰かが見つかったっぽいですね。アイテムを投げつけられてます。なんかかなり近くにいますね。んどこだ。早くも残り2台、ちょっとね C4 になってるところでかなり怖いんですけど、あこれ来るかな、どうでしょうね。誰か追ってるっぽいですけど、この C4 の鳴り方だとね。まあ、扉が多く破壊される前にね、なんとかジェネレーターつけていきましょう。これで残り1つ。メアリー一発食らってますね。どうやらメアリーが追われてた模様。牢屋にぶち込まれそうなんで、もう待機しときましょう。あ、自力で開けている。早く、あ、自力で脱出、素晴らしいですね。なぜ回復を待っているんだい。いや、おじいちゃんが逃げ、どうするこれ。左側の扉破壊されたくないんで、あ、その間に通電してくれましたね、素晴らしい。いや、強引に回復しましょう。そして下で開けてる音が聞こえるんで、あーこれ逃げていく。もう4人で行動しましょう。で鉄の扉蹴ってますね。崇拝者はね蹴る、鉄の扉破壊するまで結構時間かかるんで、複数人で開ければ、あれメアリーどこ行った。開けてればですねすぐ間に合うはずだったんですけど、あこれはいけそうですね。少し時間を稼ぎましょう。でメアリーも脱出済み。ジャックどこ行ったんでしょうね。下のゲート開けに行ったんでしょうか。あ、食らってますね。何やってんだ。しかもぶち込まれていきそうですね。まあ、これは救助に行きたいところではあるんですが、私もねアイテムが心もとないんで、どうしましょうかね。近くの木の扉蹴ってますね。懐中電灯が回復するまで待ちたいところですけど、これ無理だわ。追い出しに来ましたね。出ましょう。まあ、ちょうど鉢合わせしてしまったので、これはしょうがないですね。残念。では次ですね、マーカス行きましょう。お相手は肉屋で、バーカス2人とフィルとジャックですね。ちょっとね、人員が多めですね。人員2連続、嫌な感じしかしないですけどね。まあ、なるべくね、マップは3種類しかないんでね、現状ね。ランダムが仕事してほしいところではあるんですけど。
まあ、なぜか開幕叫んでいくと。ただ心音全く鳴ってなかったですね。で今回も2台ほぼ同時についた感じですね。あっと近くでついた感じですか。ただ上側をいきなり2台消化できたのはでかいかもしれませんね。これなんか追われてる気がしてならないんだけど、なぜ叫ぶ。なんか場所を定期的に教えていってますね。なるべくねツールキットの降下時間中に1台でも多く回したいところ。あー爆発しましたね。しかも微妙に殴りましたね。毎回アピールを忘れないですね。なんか来てるな。どっから来る。あジャックをワンパンを与えていくと見せかけて扉蹴ってるんで、これはちょっと時間稼げそうだと思いきや、やはりぶち込まれる。もうすぐ下にサイコいるんですけど、どこ行った。自力で回復中と。ここやってたはずなんですけどね。あ意外と進んでないですね。あもう通電まで行きました。ツールキット使っちゃったよ、もったいない。やられましたね。なんでそこで回復してんの。おかしいでしょ。ジャックそれはダメだよ。あれ扉蹴ってなかったですか。救助に行きたいのは山々なんですけどね。なんかみんな食らってますね。懐中電灯のクールタイムを待ちたいところ。ただジャックは起き上がりましたね。おじいちゃんが追撃を食らわなければこのまま逃げられるかもしれませんが、どうでしょうね。心音は消えた。あ、食らいましたね。やはり許さない。いやーこれ、うわそっちかい。どうするこれ、まあ、とりあえず一発食らっても扉残ってるんで、さすがに無理かこれ。スタンさせてギリギリ稼いで出ましょう。いや全然ですね、きつかったですね。では次ですね、リナ行きましょう。まあ、なるべくね全員脱出させた方がね点数も高くなるんで、報酬もね良くなるんで、そうしたいところではあるんですけどね。でお相手が崇拝者でリナ2人とメアリーとフィルですね。なんか近くで味方が歩いてる音が聞こえましたね。右側でメアリーの叫び声が聞こえた瞬間に、ジェネレーター触った瞬間私も爆発と。いやこれ来るんじゃないか。もう爆発させてガン逃げとかね、いろいろやばいですね。うわこれ戻って蹴られる感じですかね。いきなり指輪を使わされましたね。これはきついぞ。逃げ、真っ先に逃げたメアリーが食らいましたね。何やってんでしょうね。まずは一つ目、戻ってみましょう。蹴られてないと嬉しいんですけどね。あれなんで蹴らなかったんだろう。消えた瞬間ね同じ方向に走ってったんで焦りましたね。ただ食らってたメアリー回復しましたね。おじいちゃんがもしかしてここのジェネレーター触ってるんでしょうか。あやってますね。3人で修理していく。チリジリに逃げる。
できればね、指輪のクールタイムが完了するまでは無理したくないんですよね。なんで建物の中のね、やっときましょうと思いきや、左に逃げたおじいちゃんがワンパン食らいましたね。そしてなぜかジェネレーターが爆発してアピールしていく。これはすぐ近くにいるんでこっち来るでしょう。で、木の扉を蹴ります。どうするこれ、ん、木の扉を蹴ってそのままおじいちゃん追ってった感じでしょうか。そうしてる間にジェネレーター残り一つで、ここも終わらせれば通電です。はい、通電と。じゃあ今のところこっち側ね、心音鳴ってますね。鳴ってないんで下開けましょうと言いそうになったんですけど、さらに叫んで場所を通知していく。リナが一発食らう。2人脱出済み。なんか上にいるんだけど、ちょっと待って、なんでこっち来んの。え、食らってるリナってどこにいるの。あ、ここにいるじゃないか。なぜか出る前に叫んでいく、まあ、全員脱出確認したので私も出ましょう。一発殴ってからなぜこっち側に来たんでしょうね。謎ですね。では次ゲイリーですね、行きましょう。お、珍しくお相手が肉屋ですね。ゲイリーやってる時ね、大概崇拝者なんですけどね、なぜかメアリーにサンドされてますね。そしてリナですね。いやー、人かきついな。開幕のマップは建物の中ですね。比較的安全な場所ではなかった。すぐ近くにサイコいますね。まあ、怖いですけどやるしかないですね。いや、開幕来てないか。来てるよね。まあ、言ってるそばから来ましたね。もうしれっと移動しないでまたジェネレーター触っていきましょう。なんかコツコツ足音が聞こえます。まずは一つ目がつけれそうですね。これで残り4つになりました。今のところ心音は鳴ってないんで、近くにあるジェネレーターを回していきましょう。ゲイリーはね、マップの 上側ですね、行くとですね、扉まで逃げるのにものすごい時間かかるんで、アイテムの複数持ってない状態だと行かない方がいいかもしれませんね。最後に上側しか残ってない、なんで叫ぶ残ってないならばね、仕方ないんですけど、ちょっとね、叫びまくる人とね、同じ行動はしたくないですね。ただメアリー2人いるんでね、ここにもあるじゃないですか、3台固まってますね。なんか2人のメアリーが順番に叫んでますね。こうするかのように、うわ、爆発していく。爆発してよく叫ぶんでね、それがメアリー。本当に苦手なんですよね、メアリーね。なんかどっかにいるんだけど場所がわからない。扉の中入りましょう、怖いんで。で、ほぼマップの下側はやっちゃったと思うんですけど、ここにもありましたね。これで残り一つで、メアリーがワンパン食らう。まあ、行きたくはないんですけど行くしかないですね。救助はリナに任せましょう。私はジェネレーターを1台でも多く回すのがあって、リナここにいるんかい。これつけちゃうとリナは救助行かないと思うんですけどね。しかもつく寸前に爆発していく。困りましたね消えて通り過ぎ、さりげなく救助し、左側のゲートを開けて脱出、まあ、それがプランですけど、うまくいくかどうかは知りません。あ、リンダーも食らってますね。で、自力で開けてた人はもう放っておきましょう。やはりミスってますね。リンダーが協力してくれれば一瞬で開くんですが、我先にと逃げていく。私は左側行きます。あ、食らってますね。いや、なんで叫ぶかな、この状況で。とりあえずゲート開けましょう。
これは救助無理ですね。出ましょう。ゲイリーの足で牢屋まで行ったとして、そこからね、牢屋開けるまでのね、時間がかかるんで無理でしたね、結局ね。では次、メアリーですね。行きましょう。最も苦手なキャラです。いやー、いきなりメアリー2人かい。やめてほしいな、本当に。で、ゲイリーが来て、あと1人ジェネレーターが得意なキャラ欲しい。誰だ？お相手崇拝者リナですね。毎回リナいますね。そしてマップはジーンです。まあ、なかなか嫌な予感しかしませんけど、こうツールキットを使ってね、頑張っていきますよ。これ開幕来られると困るんですよね。急げ。あー、爆発していく。これなんですよね、メアリーね。フォロー。アイテム投げてくれたおかげでジェネレーターつけるの間に合う。だがこっちに来る。私は投げたメアリーじゃないよ。いや、すぐ近くのここへやっていきましょう。いやいや、左下でもう一人のメアリーが叫んでるんですけど、ここつけ切りたい。はい、ほぼ2台ついた感じで残り2つですね。右側の木の扉を蹴る音が聞こえました。ゲイリーとすれ違う。どこにいるの？リナもいますね。あ、こっち来るんかい。なんか追われてますね。あと2台なんですけどね。あー、横の木の扉蹴られてますね。これ追われてるっぽいですよね。普通に追ってきてる。ギリギリで消えます。ここやっちゃいますか。残り1台なんでね。さあ、味方が来て、メアリーが来ましたね。ちょっと、いきなり爆発させていく。それやめて、本当に。もう私はもう爆発してから叫び、指はないんで無理なんですよ。あ、こっち来なかった。許されましたね。指輪のクールタイムがね、まだまだかかりそうなんで、ゲートを開けることはできました。あわよくば救助に行きたいところ。リナとゲイリーは脱出済み。なんか心音がドクンドクンと不気味になってますね。私たちは下に行きましょう。味方が食らってる効果で足が速くなってます。非常にこのモードは快適なんですよね。あ、なんか最後来てそうなんでフォローしましょう。では脱出しましょう。まあ、一時はどうなるかと思ったんですけどね、行けましたね。あ、アイテム回収しましょう。では次、ジャックですね。行きましょう。まあ、ジャックはね、なかなかやらかすことはね、少ないと思うんで、ここは安定していけると思うんですけどね。おじいちゃん3人、素晴らしい。ただマップが気になるところですね。人員ですね。お相手は肉屋。あ、おじいちゃんなんで被らないようにしますか。2人でね、ジェネレーター修理しなくても早いんでね。あわよくば一気に4台。おっと、いきなりワンパン食らっていく。おじいちゃん1号をいきなり食らいましたね。そしてジェネレーター1つついていく。ここつけてから救助に行きましょう。これで2台目。ただ近いぞ。どこにいるんだ。
知恵の方、おじいちゃんが救助に向かってますね。いや、行ってない。いやいや、みんなで群がってきたら意味ないでしょ。何をやってるんだ。 おじいちゃん軍団なんかうろうろしてますね。叫びながらうろうろしている。あ、グレネード食らいながら殴られましたね。これ追ってくるかな、どうでしょうね。ちょっと視界のいいところで回復しましょうか。なんとか回復と。で、目の前にジェネレーターあるんで、こうやっちゃいますか。速攻で終わるかと思いきやね、おじいちゃん軍団全員助けに来てたんで、予想外ですね、これは。とりあえずここだけつけちゃいましょう。肉屋なら救助間に合うはず。これで残り1つになりましたね。ほぼ2台同時につきました。通電まで行きましたね。ちょっと通りすがりに来ましたね。まずい、間に合うかこれ。ギリギリ行けましたね。で、おじいちゃんが下向かっていくんで、はい、はいじゃないよ、なぜ叫ぶ。下開けちゃいましょう。もうね、おじいちゃん叫んだおかげで下に行くのバレバレなんで、もうね、強引に開けるしかないですね。もう一人のおじいちゃんがぶち込まれていくんで、お迎えに行きましょう。おじいちゃんとすれ違いましたね。いや、今戻ってこられると非常にまずい。どこに？あ、そう、近い。危な。これで時間稼いで。これで負傷のおじいちゃんがどこに逃げたかですよね。フォローに行きたいところではあるんですけど。あー、やっぱダメか。ただまだゲージは半分だ。指輪のクールタイムが完了しないとこれは非常に危ないぞ。いや、怖い。バンパンだけはやめて。うわ、恐れていたことが。逃げらんないんじゃないか。いや、いけんのかな。開きましたね。ただなんかずっとしゃがんでましたね。もう半ば諦めてましたね。あ、言ったそばからフラグ回収。ジャックはやらかすことがないと言ったそばから死にましたね。まあ今のはしょうがないですけどね。アイテムがない状態で向かってって最悪のワンパンを引いてしまいましたね。ということで、おかわり行きましょう。再び肉屋ですね。もうこうなったらまたおじいちゃん3人でいいですよ。おじいちゃん3人がゲイリーに変わりましたね。そしてマップは村に変わりました。行きましょう。開幕、ここにジェネレーターがないですね。あ、爆発しちゃいましたね。まずは一つ目。いやいや、加速しながら扉開け閉めするんじゃないよ。何をやってるんだおじいちゃん。加速しますか。まずい、エナジードリンク使ったのに追いつかれそう。あっという間に残り2台ですね。早すぎる。どこでしょうね。外かな。あ、外にありましたね。
叫んでいく。これで残り一つですね。かなりのハイペース。あとはどこでしょうね。誰かがアイテムを投げつけてますね。ここやったかな。やってないっぽいですね。ただゲート横の扉は破壊されている。これ壊されてんの結構ね怖いんですよね。で心音がドクンドクンと鳴ってますけど、これは通電まで行けそうです。でもう一人来てるんでね、3人で開けちゃえばすぐ開くでしょう。ただこれはもしかしてゲイリーが追われてる感じなんですかね。そして2人脱出して、少し時間を稼いでゲイリーが扉を開ける時間を稼ぎます。出ましたね。では脱出しましょう。ではサバイバー一通り終わったんでね、サイコ側に戻って肉屋と崇拝者やって終わりましょう。では肉屋から。まずはゲイリー、そしてマーカス。マーカス、まさか？フィルでしたね。マップは村ですね。これはフィルかゲイリーをいかに見つけられるかですよね。足跡がありました。もう半分動いてますね。めちゃくちゃ早いな。2人でやってたみたいですね。なんかいっぱいいるんですけど、とりあえずナイフ投げてみました。そしてマーカスにヒットして避けられ、もうカオスですね。なんだこれ。でマーカスを牢屋にぶち込むことができて、負傷者のマーカスを追っていく。もう一人いましたよね、おじいちゃん。ガチャリと扉を開けると聞こえたんで、もう一人近くにいますね。とりあえず牢屋横の扉を破壊しておきましょう。でここぐるっと回って、あ、いましたね、やはり。そしてワンパンの効果が生きてくる。ゲイリーにワンパン炸裂。なんか足音聞こえるぞ。あ、来てますね。さらにワンパン入っていく。完璧ですね。あっという間に終わる。今のは良かったですね。ではこれでね、全キルできればラストです。では行きましょう。まずはマーカス、そしてマーカス、フィル、マーカス4人だったらどうしようかと思いましたね。でリニア、リナですね。マップは人員です。マップは悪くない。いきなりガチャリと聞こえたぞ。下に向かっていく。足跡があるので、これは誰だ。もうナイフ投げていいでしょう。あれ、扉破壊しようとしたら、なんかはぁーとかいう声とともにいきなりやれましたね。これは想定外。嬉しい誤算ですね。ではキョーポジのゲート横の扉をね、破壊しておきましょう。そうしてる間にまず一つつけられる。救助早かったですね。ただそう遠くへはいけないのは分かっているんで追撃。でどっち行ったんだろう。こっち側、上側に逃げていきましたね。ただ足跡があるんで、これはマーカスかおじいちゃん、どっちかですね。
おじいちゃんでした。ということはリナがどっかに救助行ってるかもしれませんね。リナを早めに見つけたいところ。おじいちゃんに追撃を入れる。今のところ足音も聞こえないんですよね。ここの扉破壊しておきますか。あ、なんだ、扉飛んだ音か。ガシャリって聞こえたんで何事かと思いました。で、ここもやってなくて、この鉄の扉も破壊しておきましょう。そして救助が入っていく。即戻りましょう。あ、みんなの叫び声が聞こえます。こっちじゃないな。そうしてる間に2台目がつけられていく。どこにいるんだ。リナは近くにいるはずなんですけど、おじいちゃんが苦痛で叫んでますね。あ、いました。そしてリナを見つけることができました。これはでかい。追っていきましょう。左上で爆発。さらにジェネレーターに蹴りを入れ、おじいちゃんに追撃。そしてもう一人、最後の一人のね、足跡も確認済みと。まずい、扉蹴ってる間に救助される。あれ、どこ行った。リナも死亡と。え、ジェネレーター触ってんの。ですが残り1人で3台回さないといけません。そして見つかったら蹴られてゲージがゼロになる。これはどうしようもないでしょう。ただミスっていく。ほんとこれ強いですよね、マーカスね。ようやく一撃当たる。で、赤い足跡を見つけて追撃と。無事全キルいけましたね。ではデイリー回収して終わりましょう。はい、では今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。